はい、毎度オリバーです、いつも、オリバーの YouTube チャンネル見ていただきましてありがとうございます。まあ、なかなか慣れないもので、動画の更新とかね、作成とかが、進まなくてね、なかなか悩んでるんですけれども、また頑張っていきますんで、ぜひ、チャンネル登録とか、それから、高評価とかしていただけたら嬉しいと思いますんで、皆さんぜひよろしくお願いします。で、今日からですね、何回かに分けてね、ロープワークの、動画を作っていきたいなと思ってます。まあ、皆さん免許、ボートの免許を取った時にね、ロープワーク習うんですけれども、そのロープの使い方とかをね、普段使ってないとどうしてもやり方忘れちゃったりするんですよね。ほんでお客さんなんかにもよく、もやい結びどうするんやったとか、それからね、そのこれクリートって言うんですけども、クリートにクリート止めっていう結び方があるんですけども、クリート止めどうするんやったとかね、よく聞かれたりとかします。なんで今回動画に残していってですね、わからんかったら、まあ、見てよみたいな感じで残していきたいなと思いますんで、ぜひまたご覧になってください。よろしくお願いします。で、今日は一発目ということでね、もやい結びもやい結びをね、ちょっとやっていきたいと思います。まあ、もやい結びはね、ロープ結びの王様っていう言われてるぐらい、その使用の用途が、たくさんある、結び方です。で、まあ、簡単に言うとね、ロープの端っこに輪っかを作る結び方になるんですけれども、はい、こんな形でですね、ロープの末端に輪っかを作ります。で、こう輪っかができてるとね、こういうね、杭状のところ、まあ、マリーナの桟橋はね、こういう杭状の形の下、ビットって呼ばれるロープを係留する、ボートを係留する設備がついてるんですけども、そういったものをパカッてかけるだけでね、ボートを係留することができます。それから、まあ、先ほど出てきましたこのクリート、こういったところもね、上からかけると、まあ、これボートについてるもんなんでね、ボートがこうやってかけて、で、マリーナの、桟橋の、ビットもね、もやい結びでね、結ぶと。なら、まあ、ボートを係留することができたりとか、するわけなんです。まあ、そんな感じでですね、ロープの結び方、もやい結び、これをね、ご説明していきたいと思います。で、もやい結びに関してはね、普通のもやい結び、それから逆もやい結び、そのロープの、ね、自分から見てこちら側に結ぶものと向こう側に結ぶものと2種類ありますので、この2つをね、ご紹介したいと思います。では、ちょっとね、この角度ではなかなか分かりにくいと思いますので、僕の手元を写しながらね、ご説明していきますので、よろしくお願いします。はい、ではですね、もやい結びを、説明していきたいと思います。まずね、自分の向こう側に、輪っかを作る、普通のもやい結びという結び方です。ではね、早速やっていきますので、この手すりをね、使ってやっていきたいと思います。まず手すりにかけます。かけて右手で下から取ってきてください。そして右手先っぽ、左と同じぐらいの長さのところで持ってください。で、左手持ったまま2本指出します。そして外側に巻きつけます。外回しで、そして指を上向けてください。はい、上向けた指をね、向くと自分の左側に輪っかができてます。で、この輪っかの、この交差している部分ですね、ここを左手でしっかり持っておいてください。右手のロープだけを動かしていきます。まずこの輪っかの下から入れます。下から入れて手前に引くと隣に長いロープがいてますので、隣の長いロープの下をくぐります。そして元の輪っかへ帰ります。で、帰るとですね、初めに入れたロープと 今入れたロープがこの輪っかを通ってるんでね、この先っぽを右手でしっかり持って、左手でこの長いロープをギュッと引き締めていってください。これで完成です。もやい結びね、こういう形になりますね、結び目が。はい、もう一回いきますね。はい、かけて右手で取って、はい、右手先っぽ同じ長さで、左手2本指外回し、上向けます。輪っか作って下から入れます。そして長いロープの下通ります。元の輪っかへ上から入れます。締めるね、こんな感じ。もう一回いきますよ。はい、かけて右手で下から取って、はい、左手2本指で外回し、覚え方、下下上って覚えておいてください。締めるね、はい、これがもやい結びです。はい、では次はね、逆もやい結びという結び方を説明します。今度はですね、自分側、ロープの自分側に
輪っかを作るという結び方になります。例えばね、マリーナの桟橋なんか見て、ボートからロープをもらって、もやい結びをそこにくくってみたいな感じでね、言われた時によく使う結び方なんでね、できたいと思います。はい、また右手先っぽ持っといてください。そしてこう2本指でね、こうやって挟んでください。タバコ持つような手です。でまあ左手適当なところにこう持っておきましょうか。で左手の向こう側へ指を置きます。そして上から巻き付けてください。で上向けます。で指を抜いたら、はい、さっき輪っか作って、下からロープ入れたところまでこれでできてますよね。下下上の一番端の下です。あとは一緒です。長いロープ隣の長いロープの下をくぐって上から元の輪っかへ返して、そしてまたこのね2本のロープを持ってぐっと締めるというね、はい、こんな感じになりますね。もう一回いきますね。はい、右手タバコの手、はい、左手適当なところに置いてその上に置いて巻きつける上から、はい、で指を上向けて、はい、でとは長いロープの下をくぐって上から輪っかに変える、それ締める、ね、こんな感じになりますね。はい、これが逆もやい結びですね。はい、もう一回だけやっておきましょうか。タバコの手巻きつける、上向ける、長いロープの下をくぐって上から返す、締める、ね、これが逆もやい結びです。普通のもやい結びと逆もやい結びとね、この2種類が、できると、まあ、海の上でも役に立つと思いますので、これしっかりと練習をしておいてください。はい、もやい結びどうやったでしょうか。覚えていただけましたでしょうか。まあね、いろんな結びのある中で一番よく使うもやい結びです。で実は僕はボート免許の教員もやってます。で、まあ毎回生徒さんにね、このロープの結び方っていうのをね、ご説明してるんですけども、みんなね、僕のこのご説明の仕方で覚えていただいて、で試験を合格していただいております。なんでまあ僕のやり方がね一番覚えやすいのかどうか知りませんけれども、まあまあみんな覚えてくれてるんで、まあそれなりに分かりやすいと思いますんでね、ぜひこれを活用していただけたらなと思います。で、あとね、まあこのもやい結びの、結びのね、どういう場面で使ってるかとかいうことはね、これからまたブログで、書きたいと思います。で、概要欄にブログのリンク貼っておきますので、またね、そちらからブログの方も見ていただきまして、で、あ、こんな結び方で使うんやっていうね、場面場面をね、紹介していきたいと思います。なんでそちらの方もまた、ご覧ください。では、また、次の動画でお会いしましょう。では、ありがとうございました。